でこの図ご覧いただきたいんですけどももしかしてロシア・ウクライナ戦争にご関心のある方は何度かご覧になったことがあるかもしれませんこれは今回のロシアのウクライナに対する侵略に対して経済制裁をしている国なんですよ緑のところがそうですね世界のほとんどの国がそれをしていません G7 とアメリカカナダオーストラリアニュージーランド ここぐらいなんですよ。あと台湾と韓国ってのも入ってますね、ちっちゃく。そこに本当に日本は加担するべきだったのかなってことが大きな懸念です。当然ですけども、日本のエネルギー資源の多くはロシアから輸入していたんですよね。まあそれがこの度一切なくなってしまって、97%の資源を実はサウジアラビアに依存する形になってしまったんですよ。ところがサウジアラビア、実は 今回の経済制裁、参加しないばかりか、どちらかというと、ロシア擁護なんですよね。もっと言うと、アメリカに対して、ものすごくね、機嫌を壊しているんですよ。まあ、というのが、サウジアラビアにアメリカが原油の増産を依頼したわけなんですよ。その原因ってのが、アメリカが中心となって起こしている、対ロシアウクライナ支援なんですよね。まあ、こういったところで、 世界のエネルギーが足りなくなるから増産してくれというふうに、まあ依頼というよりもね、命令したわけなんですよ。で、今まではこういったサウジアラビアにしても、その他のアラブ諸国にしても、アメリカから非常に匂いを飲まされてきて、ひどい目に遭ってきたわけなんですよ。ところがサウジアラビアも、いつまでも眠ってはいません。今サウジアラビアってね、単なる天然資源が出るからアドバンテージがある国ではないんですよ。もう、 一般的な国力、そして近隣諸国との団結を手に入れて、アメリカなんてなくても大丈夫な国になっちゃったわけですよね。まあ、つまり、このサウジアラビアが対ロシアに全く参加せずに、逆にロシアの側に行ってしまえば、日本に原油っていうのはほとんど入らなくなります。その時に私たちがエネルギーを仕入れる場所というと、 オーストラリア、アメリカ、カナダ、ここぐらいしかなくなるんですよ。だってヨーロッパ諸国なんてのはね、そういったエネルギー支援ないわけですから。逆に言うと、もっと言うとね、ヨーロッパってエネルギーがないから、アフリカの国々から搾取し続けてきて、アフリカをものすごくね、痛めつけてきたわけなんですよ。当然、アフリカなんてのはヨーロッパに加担するわけないですよね。ご覧の通り、印はついてません。このアフリカに対して、 例えば、ロシアやその他の国がですね、経済支援など、もしかして武器支援などしようものならどうなるでしょうか。長年の痛めつけられた歴史を今こそと復讐の炎に変えてヨーロッパやアメリカに対して立ち向かってくるかもしれません。そして、サウジアラビアを中心としてアラビア諸国、 ここもアメリカに散々痛に痛わされてきました。ここは宗教的観念ということになりますけども一致団結して同じ宗教を持つ者がアメリカの分断統治ヨーロッパの分断統治によって内部分裂を起こされていたわけなんですよそれはもう歴史が証明していて被害者となる民族はみんな認識してるんですよねじゃあ今度は内輪もめするエネルギーを対ヨーロッパ対アメリカに向けてきたらどうかなっていうことなんですよでさらに そこにくっついていく日本、今まで長い間、中立を保っていたのに、岸田総理になって、一気に G7 寄りになって、まさにそこに、今日置いてしまった、本拠地を置いてしまった、まあ、そんな日本に対してですね、アフリカもサウジアラビアも、強調するわけがないです。そして中国、ロシアも、日本に対する明確な位置取りをしてくるんではなかろうかというところですね。その頃アメリカカナダは 自国を満足させるために資源や食料を使い、もう日本に渡す余力はありません。オーストラリアも同じです。私たち日本は最後まで貧乏くじを引かされるっていう、まあそんな反面になるんじゃないかなと思いますね。そして運欲。日本には莫大な経済的な貸しがあります。つまり日本は対外資産ってものが世界に1000兆円以上あるわけですよ。 で、この1000兆円余りの対外資産を絶好の踏み倒しの機会だというふうに今回の戦争を見てるんではなかろうかと思います。つまり、私たち日本人っていうのは世界中にお金を貸してるんだけども、取りっぱぐれて終わりってことになるんですよ。そうなった時初めて日本の円っていうのは信任を失い、誰も日本国債を買ってくれない国っていうことになります。当然お金のない日本人が地獄内で 日本国債を消化することは不可能になりますしそもそも信任が失われているわけですから日本円の大暴落つまり日本円を買おうとする人は世界に存在しなくなるってことになりますいやひどい話だと思いますけどもそんなシナリオが見えてくるわけなんですよねではもう一つの画像を見てみましょうかこちらがブリックスと言われているかつての後進国その国たちを支援して、まあ、形だけ支援でねその国たちからかなりの搾取をしてきた G7 の歴史があります 日本もそれになんとなく加担してきた向きがありますよね。しかし今やブリックスってのはご覧のような加盟国のグループを作ってます。先ほどの対ロシア制裁の国と真反対でこれほどまでに多くの国が一致団結してるわけなんですよ。これ見方によってはこっちの方が世界標準と言えるんじゃないかなと思います。すでにブリックスで新しい国連を作る動きもあるわけですよね。まあそうなると悪の種付けと 言われるのはもしかしたら G7 を諸国とする日本を含めたオーストラリアまあそういった地域なのかもしれませんねでここに見てるようにロシア中国インドなんとインドもなんですよインドも G7 側ではなくてすでにロシア中国側ですカザフスタンイランアルジェリア南アフリカセネガルナイジェリアエチオピアモロッコエジプトパレスチナバーレーンベイルートクウェートねえ そして南アメリカのほとんどの国です。ブラジルもかなりの産油国です。アルゼンチン、ボリビア、ベネゼーラ。ベネゼーラも天然資源がたくさん出ます。キューバ、ホンジュラス。こういった国も G7 やアメリカに対してずっと散々パラ搾取されてきた国です。今こそ復讐の時なんではないかなってところですよね。まあ言うまでもなくアフリカ諸国ってのはヨーロッパ、 つまり G7 にひどい目に遭わされてきた歴史もありますし、アメリカに至っては三角貿易といってね、アフリカの民族を1億人以上奴隷として誘拐してきて使い潰してきた歴史があります。そして、そういった人たちから人生を奪った対価として、えぇ、ー、産業革命を成功させて今の地位があるんですね。 だから、どの国が暴力国家なのか、どの国が泥棒国家なのかということを考えると、なんとね、イギリスから始まり、ポルトガル、スペイン、そしてアメリカ、こういった国々が、まさに世界の秩序をぶち壊して、自分たちこそ秩序と言ってきたわけなんですよ。で、ここに新世界秩序、ね、ニューワールドオーダーが起きようとしている、それは G7 諸国を追い落として、原油など、食料生産、 その他、資源の豊かな国たちで分け合っていこうというね。まあそんな形なんですよ。なんとですね、アメリカはともかくなんですけども、ヨーロッパには資源がありません。日本にももちろんありません。台湾、韓国、ここもありません。オーストラリアはともかくなんですけどもね、オーストラリア、カナダ、アメリカ、ここも自国を何とかするのに精一杯で、もう日本にね、手を貸すなんてことはとてもできないというところまで、 来るんじゃなかかろうかと思います、まあ、こんな将来の形っていうのがね描けるわけなんですよ。本来日本っていうのはアメリカ G7 に加担するべきだったのかそれとも新しい時代の秩序に合わせてロシア中国これを軸とした、まあ、巨大三国ロシア中国インドこちらの方にね力を入れるべきだったのかなと思うわけですよね。地下資源豊富でそして人材もこれからどん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 伸びていく。 さらには、今まで、差別や紛争を押し付けられた悲しい歴史もある。きっと日本というのは、まあ、つい、先日までね、どちらの側につくか選べるはずだったんですよ。もう今では完全に選べません。なんと、ロシア、中国、インドの仲間に入れてもらえないばかりか、地下資源豊富なサウジアラビアからも、つまはじきにされる、そんな、 絵が今見えてくるわけなんですよね。ちなみに、アラブ57カ国が集まって、石油の禁輸をしようというふうに話し合われたことがあります。結局、禁輸は思いとどまったらしいんですが、この禁輸がもしね、成立していたら、すでに私たちの国の中には、地下資源は何も入ってこないっていう、もう一つの未来を生きていた可能性もあるんですね。とても怖いですね。 はい。いろいろと、情報不足なところもあって、私の解釈違いのところもあると思いますけども、この地図2枚を見ただけでも、かなりやばいことがわかるんじゃないかなと思います。